ということで今日はね、すすきのから幌平橋までの間のねタイムラプス撮影の、映像をご覧いただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。今回はね RX02 ですので、センサーがね1インチセンサーなんで、タイムラプスでねギリギリ 4K がね、撮影できるっていうような、はい、イメージでしょうかね。はい、今日はね札幌非常に涼しい感じですけれども、皆さんのねお住まいのところはいかがでしょうか。今日はね札幌18度ぐらい、最高気温が18度ぐらいって言ってましたんで、今もね僕半袖なんですけど非常に涼しい感じですね。北海道もね最近は非常に暑い日がね多くなってまいりまして、夏はね結構暑いんですよね。はい、ただね今年はあの毎年恒例の札幌ビアガーデンね、大通公園ね、ビアガーデンで盛り上がるんですけど、今回のね、はい、流行り病のせいで全て中止となってます。大通公園のね行事はすべて今のところ中止になってるようですね。はい、あとそれとですね、僕のベストギアさんに頼んだフィミパルムって言ったかな、ジンバル、あまりにも来ないんで今日連絡入れました。で入れたらねちょっと調べますっていう返事がねいただきまして、一体全体どうなっとるんだっていう感じなんですけれども、またね結果とか詳細分かりましたらねご案内したいと思います。ではでは、中島公園のこれ神様なんですか、僕もよく分かんないんですけど、はい、ちょっとね撮影しておきますね。はい、今日もねお元気ですね。ところで皆さん給付金届きましたか。僕はねさっぱり梨のつぶてですね、届いたのはですね、札幌市民税道民税かな、僕ちょっと職去年変えたんでね払わなきゃなんないんですけど、支払い関係のはね一通りも、届いてますね。これですね、歩兵館ですね。あ、カモさんがね、ちょうど今、あ、子ガモいますね。見えますかね、子ガモ。ちょっとね、見えますかね。子ガモがね、泳いでますね。はいはい。ちょっと見えないかな。どうでしょう、いかがでしょうか、映ってますでしょうか。あ、近くに来てくれましたね。はいはい、あ、結構人に懐いてるんですかね。